坂井正式は、江戸時代後期の大名。では国将内藩の、第8代藩主。坂井佑江門の城下、第14代当主。下には十四に下、14した左衛門の城、少将、佐兵忠史。完成2年2月18日、第7代藩主、坂井忠則の長男として誕生。今日は3年12月に除任する。文化2年9月25日。 父の隠居により後を継ぐ。はじめは、加労の竹内八郎衛門が、反省改革を行う立場にあったため、反省を主導していたが、文化6年に、竹内が失脚すると自ら反省を主導するようになる。中期は、犯罪制裁権のため、本間光移動を投用して、養産業の振興などを中心とした、食産工業の奨励に努めた。天保年月日、 中期は日光病修復費用3万両を幕府に剣納し、その功績により江戸城ダメ館詰めかくとされた。天保の大飢饉では救済に尽力している。天保11年11月1日、武蔵川越藩主、松平成常が庄内藩に天保するとの幕名が下り、越後長岡藩に違法されかけたが、領民の阻止運動などもあって、違法の話は取り消された。 天保13年4月14日、長男、中八に家督を譲って隠居し、加永7年3月20日に65歳で死去した。変年江戸武漢、文化武漢一より、文化三年の武漢に見える、塩家心。なお、家老項目に中老、組頭、家老に就任していない、家老家の人物などが掲載されるなど、武漢の都合上、実際の役職と異なる場合がある。 上代、堺義行城、家老、松平内善、竹内八郎衛門、服部と蔵、加藤森尾、水野勘が、吉、里見劇、松平武志衛門、末松吉郎衛門、浅岡助九郎、堀友衛門、加藤元衛門、加藤拓馬、石原聡衛門、松平都練り、堀田藤二兵衛、熱護衛門、長沢主善、水野藤十郎、石原平五郎、 杉原久之助、宇治家弥平、洋人、中村家門、氷木五郎家門、安倍彦家門、北竹友の太子、関茂太夫、黒崎与八、中村百度、白氏、黒川武助、今泉善造。ありがとうございます。